ソファーに腰を下ろし、手にしたスマートフォンで自撮りしながら動画の生配信をしている。後ろには白を基調とするリビングが広がり、無造作に置かれた段ボールが映り込む場面もあった。3月末、佐藤健はライブ配信アプリ、シュガーでファンとの交流を深めた。視聴したファンの一人が興奮気味に話す。配信があったのは健さんの誕生日の後で、誕生日にワンオクロックのタカさんとご飯に行ったこととかを話していました。その中で、今いる部屋が2週間前に引っ越した新居だと教えてくれたんです。家の中をタケルさんがスマホを持ったまま移動するから、新居のお部屋紹介、みたいになったんです。びっくりするくらい広くて、タケルさんの話が入ってきませんでした。その感想は決して大げさではないようだ。佐藤を知るある芸能関係者が話す。聞いた話だと300平方メートルを超える 5LDK の部屋だそうです。高級賃貸マンションのペントハウスで、家賃は以前の倍近く。あまりの広さに配信を見て本当に一人暮らしと不安を抱いたファンもいたようです。確かに 5LDK は単身者というよりファミリー向けと考えるのが一般的だ。今の佐藤のライフスタイルにはこの間取りが必要だったというが、どういう理由なのか。佐藤といえば芸能界でも屈指の多趣味で知られている。佐藤の知人が話す。謎解き好きは有名で、一般人に混じってイベントに参加したり、そこで仲良くなった人たちを自分のプライベートルームに誘って謎解き談義に花を咲かせることもあるほどです。洋服にも詳しく、好きが高じて2020年12月には自身のアパレルブランド A を立ち上げました。新商品が出れば即完売の人気ぶり。所有している洋服も大量で、以前の部屋のクローゼットに収まりきらないほどだったとか。さらに大の漫画好きで、自宅と実家に大量の蔵書がある。その冊数は優に1000冊を超えるという。佐藤の知人はこうも話す。佐藤さんは一度ハマるととことんそのジャンルを追求する性格の持ち主です。趣味の数だけ部屋が必要だったのでしょう。今回の引っ越しにはコロナ禍で味わった自粛生活も影響しているようだ。佐藤の知人は自粛期間は不自由も多かったようですが、自宅で過ごすことは苦ではなかったようです。そればかりか、一人で映画やドラマを見続けたり、眠い時に寝て、起きたい時間に起きる生活が心地よかったんだとか。自宅での過ごし方に対する考えが変わり、より自宅での生活を充実させたいという気持ちが強くなったそうです、とも話す。しかし、自宅での生活を充実させたいのであれば、プライベートを邪魔されないためにも新居の様子を明かさない方がいいのでは。佐藤の知人が言うには、佐藤さんはプライベートな部分を出すことに抵抗がないんです。むしろ、ファンにはどんどん発信していくタイプです。自分のパーソナルな部分を見せることで、ファンが喜んでくれるならそれでいいと感じているんです。ファンの喜びが自分の原動力だと常々口にしています、とのこと。多趣味の佐藤が新居で最初に着手したのは、ファンサービスという趣味だった。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。